艦長、もうすぐ惑星マデリートの周回軌道に到着します。わかった。それじゃあ惑星上をスキャンしてみてくれ。了解。今度の星はどんなところなのかしらね。さあ、それはわからないな。とりあえず十分な量の水があればいいんだけどね。そうね。ここで調達することができなかったら地球まで補給に戻らないといけないからね。でもまあ、それならそれでいいんじゃないかな。もう1年近くも戻っていないんだから。スキャン終了しました。惑星のクラスは M。 生命体は存在していますが、ヒューマノイドタイプの知的生命体は発見できません。大気の成分は E タイプで十分呼吸可能です。また十分な量の鉱物資源と水の存在を確認しました。どうやら地球に帰るのはまだまだ先になりそうね。そうみたいだね。こうなったら宇宙の果てまで行ってみるとするか。ねえクロード、今度はいつ帰ってこれるの？そうだな、セクターベータでの軍事演習だから半年くらいかかるかな。そうなんだ。気をつけてね。ごめんな、いつもいつも一人にしてしまって。ううん、いいのよ。だってそれがあなたのお仕事なんですもの。それに大丈夫よ、もう私は一人じゃないから。え？もう鈍いんだから、半年後にはお父さんになるっていうのに。どうも今回はハズレのようですわね。あれだけ苦労してお宝らしいお宝はなしか。仕方がありませんわよ。トレジャーハントというものはそういうものなんですから。それにしたってもう少しくらい。モンスターですの。ちょうどよろしいですわ。ストレスを解消させてもらえませんこと？そうだな、派手に暴れるとしようか。おい、プリシス、お茶が入ったぞ。サンキュークロード。ちょっと待ってて、すぐ終わるからさ。おい、プリシス。ヒヒヒ、またやっちゃった。まったく、もうあんまり心配させないでくれよ。ごめんね、クロード。しかし、まさかたの3年で地球の工学技術を全てマスターするとはね。プリシスがいなければエクスペルの銀河連邦入りにはあと100年はかかっただろうな。そうかな、それはちょっと褒めすぎじゃない？そうでもないさ。なんといってもプリシスが銀河系一の栄誉であるエクレシア工学賞を受賞したことが大きかったよ。でもそれは私一人の力じゃないよ。クロードがいろいろと手助けをしてくれたから取れたんじゃん。そんなに大したことはしてないよ。そんなことないよ。クロードがいたからこそ私は頑張れたんだよ。
プリシス博士、クロード大佐、あと1時間ほどでエクスペルに到着するから下船の準備をしておきなさい。そうですか、わかりました。エクスペルに帰るのも3年ぶりか。これからもよろしくね、エクスペル星駐在大使クロード C ケニー大佐。こちらこそよろしく、プリシス F ノイマン博士。どうしたのクロード。少し考え事をしていたんだ。あの時の冒険のこと？そうね、みんな元気でやっているかしら。ねえクロード、今度みんなに会いに行ってみない？そうだな、そうしようか。でも今日はきちんと社交パーティーに出席してもらいますからね。勘弁してくれよ、どうも清掃ってやつは苦手なんだよ。ダメよ、テトラジェネシスの名門ベクトラ家の次期当主としてそれなりの格好はしてもらわないとね。どうしたのクロード。少し考え事をしていたんだ。あの時の冒険のこと？あれから随分と経ったものね。みんな元気でやっているかしら。ねえクロード、今度みんなに会いに行ってみない？そうだな、そうしようか。でも久しぶりに宇宙から帰ってきたんだから、今日くらいは私の相手をしてもらいますからね。次はセクターシグマの衛星ボルテックスの調査ね。大気のタイプは F、 ヘリウム濃度は多少濃いが呼吸は可能だ。ヒューマノイドタイプの知的生命体は確認されていないけど、存在の可能性がないわけじゃない。それじゃあ早速調査に向かいましょうよ。よし、これより本艦はワープ航行に移る。総員、タイショック用意。まだまだ宇宙には誰も知らない未知の世界が広がっているわ。まだ見ぬ彼方へレッツゴー。もうそろそろね。バンドル中域ではレゾニア軍との戦闘が行われているんでしょ。ああ、大した意味のない遭遇戦に過ぎないけど、危機に陥っている友軍を見捨てるわけにもいかないからね。なんで戦争なんて起こるのかしら。争いは何も生み出さないのに。銀河連邦にもレゾニアにもお互いに立場がある。理想通りにいかないことくらいは分かっているだろう。それはそうだけど。夢のようなことを言っていても仕方がないよ。僕にできることは連邦の人々を守って戦うだけさ。でも私はそんな夢物語を追いかけるために戦場に来たのよ。みんなに戦争の悲惨さを訴えて、この馬鹿げた戦いを終わらせるためにね。向こうは報道カメラマンだからって見逃してはくれないぞ。下手をすれば死んでしまう可能性だってある。それくらいでこの私が引き下がるわけないでしょ。私は仕事に命をかけてるんだからね。そうだったね、頑張って早く争いのない世界にしてくれよ。任せといて。
待ってくれよ。探索隊の少尉がそんな情けない声出さないの。ウェルチこそ、そんなに急いで行くと危ないぞ。大丈夫大丈夫。あ、クロード、そこ地面が滑りやすいから気をつけて。わかった。ここにも段差があるから。何？私の顔何かついてる？いや、ウェルチ、君が僕のパートナーになってくれて本当に嬉しいんだ。こんなにも僕のことを思ってくれる人は他にいないから。何言ってんのよ。だってクロードってば、私がいないと何にもできないんだから。仕方なく、もじもじ。これからもよろしく頼むよ。何をしているんだ、レオン。ちょっとね、考え事をしていたんだ。考え事？うん、あの冒険のことを思い出していたんだ。そうか、あの時は随分といろんなことがあったものな。そうだね、本当に。な、レオン、そろそろエクスペルに帰るか。どうしたの、いきなり。いや、エクスペルでの暮らしが懐かしくなったんじゃないかと思ってさ。そんなんじゃないよ。そりゃ時々は寂しくなったりもするけど、帰ろうとは思わないよ。だってまだまだ知りたいことがいっぱいあるんだからさ。地球か。とうとう戻ってこれたんだ。みんなは元気でやっているかな。母さん！それじゃあ行ってくるわね。ちょっと待って。何かよ、レナ。何か用じゃないの。昨日も一昨日も言ったじゃない。でもあそこにいるとなんだかすごく落ち着くのよね。ダメかしら。ダメよ、いくら平和になったからって。だいたいそんなことじゃねえ。あとはよろしくね。あー、ちょっと何よ。なんでそんなにシンゴの森が好きになっちゃったのかしら。はあ、危ないわ。もうレナったらうるさいんだから。さあ、早くシンゴの森に行きましょう。というわけで、悪いとは思うんだけど、私の研究に付き合ってくださらないかしら。それは構いませんけど、でも無理だと思いますよ。新しく癒しの紋章を作ろうだなんて。そんなことはありませんわよ。紋章術がネーデ人の力を伝えたものである以上、同じネーデ人の力である癒しの力が使えないはずはありませんわ。でも私にだって詳しい理屈はわからないのに。だから研究をするんですのよ。それにもしも研究が成功すれば素晴らしいことになりますわよ。そうですね、癒しの力を
みんなが使えるようになれば、たくさんの命が救われるようになりますからね。そうして私たち二人の名前は長く長く語り継がれるようになるんですのよ。癒しの紋章術を完成させた美しくも偉大な紋章術師としてね。人を呼び出しておいて遅れるなんてプリシスらしいわね。やっほー、言ってな、待った。そりゃ待ったわよ。プリシスったら3時間も遅刻してくるんだもの。てひひ、ごめん。それで一体今日は何の用なの？ね、レナと一緒にナンパってのをやってみようと思ったんだ。ナンパ？そうそう、私一人でやってもよかったんだけど、二人の方がナンパが成功しやすいって聞いたからさ。ちょっとプリシス、ナンパってことはもしかして男の人に声をかけるの？うん、そうだよ。ダメよプリシス、そんなこと絶対にダメ。なんで？お茶飲んで話をして楽しく遊ぶだけっしょ。そういう問題じゃないでしょ。そんなにややこしく考えなくても別にいいじゃん。とりあえずやってみようよ。おい、そこの男の子。ちょっとプリシス。レオン、ご飯の時間よ。うん、今行くよ。じゃあまた後でね。何して遊んでいたの？かくれんぼとか鬼ごっことか。そう、楽しかったの？うん、よかったわね。ねえレナお姉ちゃん、そんなことより今日のお昼ご飯は何なの？今日は野菜炒めよ。野菜炒めってあんまり好きじゃないんだよな。何言ってるのよ。好き嫌いばっかり言ってると大きくなれないわよ。はーい。これでいいのよね。レオンくらいの年頃ならまだまだ遊んでいたいはずなんだから。ねえオペラさん、エクスペルやネーデでの事件は本当にあったことなんですよね？どうしたのよいきなり。今になって考えると、あの冒険の旅はまるで夢の中の出来事のように思えてくるんですよ。確かにね、あれから随分と時も経ったし。でもあの冒険が終わった時、あなたが私と一緒にテトラジェネシスに行きたいって言ったのには本当に驚いたわよ。すみません、あの頃はそれがどんなに迷惑な頼みだったかなんてわからなくて。そんなことはどうでもよかったんだけどね。レナが来ることはむしろ大歓迎だったし。ただ私と一緒に来るってことはエクスペルを捨てるってことでしょ。レナが後悔するんじゃないかと不安だったの。全然寂しくないなんて言ったら嘘になりますけど、後悔なんかしていませんよ。
オペラさんと一緒に来たからこそ、いろいろと不思議なことを見ることができたし、たくさんの面白いことを知ることができたんですから。で、ネーデ歴37億14年に、あなたたちの力によって、十賢者たちを退治。同時にエナジーネーデの長い歴史に終止符が打たれたのよ。終止符が打たれたと、はあ、やっと完成しましたね。そうね、完成させるまでひふみ結構かかったわね。すみません、本当に長い間付き合わせてしまって。別にいいわよ、暇だったし。でも、なんでネーデの歴史なんかを記録しておこうと思ったの？ネーデが亡くなった今、そんなもの何の意味も持たないでしょうに。いいんですよ、誰も見てくれなくても。ただ、ネーデの人たちが生きていたことの証を、何らかの形で残しておいてあげたかったんです。ネーデの存在が、無駄じゃなかったことの証明に。レナ、ご飯まだ？もう、たまにはウェルチが作ってよ。私は食べる専門なの。それにレナが作るご飯の方が美味しいし。はあ、こうやって私はウェルチに踊らされていくんだわ。気にしない、気にしない。ねえウェルチ、本当に帰らなくてよかったの？確かに私はここの人間じゃないけど、レナと一緒に立派なクリエイターになりたい。だからここに残ったの。ウェルチ。そんなことより、ご飯ご飯。はいはい。どうやら外れのようですわね。ま、こういった当たり外れがあるからこそトレジャーハントは面白いのですけど。さてと、もう少しだけ奥に行ってみるとしましょうか。もしかしたらすごいお宝が眠っているかもしれませんからね。ねえ彼女、暇？暇だったら俺たちと遊ばない？あらあら、もしかしてそれでナンパのつもりですの？残念ですけど間に合ってますわよ。君って可愛いね。なんだったらお茶だけでもいいんだけどさ。そうそう、俺たちと一緒にパーッと盛り上がろうぜ。でもさ、セリーヌも一緒でいいの？何？友達と一緒なの？ラッキー！俺たちも二人だし、ちょうどいいじゃん。で、その友達ってのはどこにいるんだい？君みたいに可愛いの？何言ってんの？さっきからそこにいるじゃん。げ、もしかしてこのおばんのこと？なんでこんな年まと。さっきから本当にやかましい野郎どもですわね。さっさとどこかに行かないと頭をかち割りますわよ。
く、最近の男たちは見る目がありませんわ。なんでプリシスばっかり。おかえりなさい。それで新しく刻んだ紋章の調子はどうだった？いい感じですわね。ただ少しばかり呪文の詠唱が長いような気がいたしますわ。そっか、まだまだ改良の余地があるな。あ、そうそう、そういえばちょっとしたお土産がありますのよ。これなんだけど、どうも古代文字で書かれているみたいですの。へえ、何の本だろう。それじゃあ早速解読してみるよ。お願いしますわね。もしかしたらすごい大発見かもしれないんですからね。久しぶりね。そうですわね。本当によく来てくれましたわ。偶然近くに来る用事があったからね。ちょっとあなたの顔でも見ようかなって思ったのよ。で、どうなの？あれからいい人とか見つけたの？なんですの？いきなり。そういうオペラこそどうなんですの？あまり目ぼしいものはないわね。見つかったものはといえば役にも立たない紙くずだけ。まあたまにはこんなこともありますわよ。でもあれだけ苦労をしたのよ。もう少しくらいあっても罰は当たらないと思わない？確かにそうですわね。でもこういった当たり外れがあるからこそトレジャーハントは面白いんですのよ。さあ、もう少しだけ奥に行ってみませんこと。次こそはすごいお宝が眠っているかもしれませんわよ。よう姉ちゃん、こんなところで何やってるんだ。痛い目見たくなかったらおとなしく言うこと聞いてもらおうか。何がおかしい？私たちに痛い目を見せてくれるそうですわ。あら、それは楽しみね。まさかお前ら、ここ最近盗賊団からお宝を巻き上げてはアジトを更地にしていくというミニスカのチンケ殺し、セリーヌとウェルチか。あらあら、今頃気がつきまして。さあ、どう料理してあげようかな。やばい、逃げろ。プリシス、そろそろお茶にでもするか。そうだね。あと少しで霧がつくからもうちょっと待ってよ。しかしお前も全然変わってないな。ほい、仮にも宇宙を救うような冒険をしてきたんだろう。なんていうか、もう少し威厳とかが出てきてもいいんじゃないか。んなこと言ったってしょうがないじゃん。私だってたかだか数ヶ月かそこらの冒険で変わっちゃうほど主体性のない人生を送ってきたつもりじゃないんだからさ。
そんなことよりお茶にしよう。お茶にね。どんな冒険を送ってきたとしても、あいつはあいつのままだってことか。よし、これで完成だね。理論上はだけどね、実験をしてみないとさすがに何とも言えないよ。大丈夫だってば。私たちが作った機械なんだよ。失敗なんてするわけないじゃん。でも紋章力と機械の力の合成だなんて、何が起こるかわからないだろう。うん、心配そうだな。レオンはプリシスの方が能天気すぎるんだよ。ほえ、ねえプリシス、私と一緒にテトラジェネシスに来て後悔してない？どうしたの？いきなり。あなたが頼むから連れてきちゃったけど、時々本当に良かったのかなって思う時があるのよ。だって私と一緒に来るっていうことは、エクスペルを捨てるってことでしょ？そんなことオペラが気にする必要なんかないよ。だって私が行くって決めたんだから、たとえ後悔したって全部自分の責任じゃん。でも私のせいであなたのお父さんに寂しい思いをさせているかと思うとね。大丈夫、子供はいつか親のところを巣立っていくものだってうちの親父も言ってたっしょ。ただそれがちょっと遠くに巣立っていったってだけなんだからさ。お邪魔します。プリシス、大ニュース、大ニュースよ！クロス大陸の西の砂漠に謎の物体が落下したんですって！なんで、どこに行くんだっけ？ラスガス山脈の西にある砂漠よ。急がないと先を越されちゃうわ。お邪魔しました。あー、待って、テマさん。ほんじゃ、ちょっちクロス大陸の方まで行ってくんで、1ヶ月くらいで戻ると思うから心配しないで。あいつに友達ができたのはいいんだが、えらく騒がしくなったな。あっちの彼とかどうかな？私は向こうの彼が好みかも。じゃあ同時に声かけに来よ。オッケー、それじゃあ行くよ。一緒にお茶でもしない？子供に興味はないから、あと5年したら声かけてよな。俺、彼女いるから。なんでこのプリシスちゃんの魅力に気がつかないのよ。なんで世の中に余ってるいい男はいないのよ。ウェルチ、次行こう。ラジャー、絶対に素敵な彼氏見つけてやるんだから。ご飯の時間ですよ。うん、わかった。じゃあまた後でね。うん、お昼を過ぎたらまた遊ぼうね。何していたの？かくれんぼとか鬼ごっことかをしていたんだ。そう、
よかったわね。それじゃあ僕先に帰ってるね。レオンは随分と明るくなったな。そうですね、前よりも随分と笑うようになりましたよ。どうやら私はレオンの育て方を間違っていたようだな。あのぐらいの年頃の子供は汚れて怪我をして、そして元気に駆け回っているのが一番なんですね。あら、どうしたのレオン。ちょっと考え事をしていたんだ。もしかして家が恋しくなったの？違うよ、この前の冒険のことを思い出していたんだよ。ふーん、そうね、あの時はいろいろなことがあったからね。みんな元気でやっているかな。ねえレオン、あなたエクスペルに帰りたいんじゃないの？なんでそんなこと聞くの？だって時々そうやって寂しそうに宇宙を見上げているから。確かに寂しくないって言ったら嘘になるよ。でも僕はこれでよかったと思ってる。だってオペラさんと一緒にいられるんだから。言っておくけど私を口説こうなんて10年早いわね。じゃああと10年。うん、せめて5年待ってよ。そうね、それくらいなら考えといてあげるわ。ちょっと、それってネーデの紋章の刻み方でしょ？ネーデで得た知識を使ったらダメだってば。これくらいならいいじゃんか。別に問題があるわけじゃないんだからさ。ダメ、きちんと直しなさい。チェ、ケチ。ケチじゃないわよ、前にも説明したでしょ。わかってるよ、エクスペルよりもはるかに進んでいるネーデの知識を使ったらこの星の軍事バランスがめちゃくちゃになるって言うんでしょ。そこまで分かっているのならどうしてやるのよ。別にいいじゃん、このくらいだったら。ダメったらダメ、どんなに小さなことでも例外は認めないからね。このままじゃ次の学会に間に合わないよ。このアイテムってこれってこうやって使うんじゃない？やるじゃないレオン。こんなの僕にかかれば簡単だよ、僕って天才だから。はあ、相変わらず脳みそは立派なのに中身は子供よね。ウェルチこそ僕のことを子供扱いしすぎなんじゃない？だったらさっさと大人になりなさいよ、長く待たせすぎたら他の人のところに行っちゃうんだから。ちぇー、ウェルチは厳しいよ。見ててよ、そのうちそっちの方が僕から離れられなくなるよ。エル、一体どこに行ってしまったの？ずっと待ってるのよ、あなたの答えを。声を聞かせて、早く帰ってきてよ。もう辛いの。
また舞踏会にでも行くの？まあね、千里も一緒に来る？冗談でしょ、あんな堅苦しいところはちょっとね。でもあなたが来るのを期待してる男の人もたくさんいるのよ。悪いけどパス。そんな窮屈な服を着たりしたら息が詰まって死んじゃいそうだし。そう、残念ね。ねえオペラ、前々から思っていたんだけどさ、よくそんな服を着ていられるわね。苦しくない？仕方ないわよ、一応これでも名門ベクトラ家の当主なんですもの。柄じゃないけどそれなりの格好はしておかないとね。でもこの麗しきオペラお嬢様があんな大きな銃をブンブン振り回していたなんて知ったら、みんなはどんな顔をするのかしらね。ちょっとやめてよ、あの時無断で旅に出たせいでただでさえ両親の監視の目が厳しくなってるのに。大丈夫、この話はオフレコにしといてあげるからさ。ねえオペラ、どうしたの？今度のベクトラ家主催の舞踏会、私も行かなきゃダメなの？もちろん。あんな堅苦しそうなところめちゃくちゃ苦手なのに。私だってあんまり好きじゃないわ。じゃあなんで？だって皆さんにウェルチを私の妹分だって紹介したいんですもの。妹？そう、私の可愛い子、これからも私の横にいてちょうだいね。はい、お姉さま。はぁ、退屈。みんなは元気でやってるのかな。いけないいけない、過去を懐かしんでいてもしょうがないわよね。これからどうするのかを考えないと。特ダネを探して旅すると言ったものの、そう簡単には落ちてないわね。どうやら事件の匂いのようね。子供の命が惜しければ1億フォル用意しな。子供を人質にするなんて最低。どうする千里？そんなの決まってるわよ、やるんでしょ？そう来なくちゃ。ニーベルンなんとか！プレパレーション！よい！これにて一件落着。私たちの活躍ぶりは一面トップで飾らなきゃ。こっちの世界もなかなか楽しかったわね。あといい男がいればもっと最高だったんだけど。さーて次はどうしよっかな。みんな遅いな。まさか日付を間違えたなんてことはないよな。いいんだよな、確かに今日のはずだけど。
みんな遅いよ。完全に遅刻だぞ。ごめんね、クロード。先にみんなと会ったら思わず話が弾んじゃって。おいおい、僕だけが仲間外れかい？ひどいな。でも考えてみたら、こうしてみんなが集まるのも随分と久しぶりよね。本当だね。とにかくみんな元気で何よりだよ。早く私の家に行きましょう。みんな話したいことがいっぱいあるでしょうから。